というわけで、はい、はい、どうもお待たせしました。ドラマ見てる？見てないんです。グランメゾン東京で前回の料理がお魚料理だったんだよね。で、魚が、木村拓哉さんのお店の方が何使ってる？サワラ？サワラっていう魚で、そのライバル店があんこを使ってたんだけど、正直ちょっとそれを真似しても今のこの釧路近郊の魚介にあんこもサワラもなんかいまいちだったのでなので今日は全然再現なんかしてないです。まあそのあんこがあん肝とあんこっていうのを一つのお皿に乗せてたのね。味噌ベースのソースを使ったお料理だったんですけど、ちょっとそれをイメージして、今日は北海道今の時期美味しいのはタラ、マダラを使って、そのタラの身と、タラの白子で、多分北海道の人しか言わないのかな、マダチって、うんうん、多分本州の人通じないから、タチ、通じない、何ですかってなると、白子ですよって教えてあげたら、ああってなる。その白子って飲んで、今日はその白子を使って一つのお皿に盛り付けてみました。タチの方はムニエル、タラの身の方はポシェという、グツグツ茹でるんじゃなくて、こうしっとり火を入れるような感じで作るという調理方法があって、まあまあ食べてみてよ、どうぞ。でソースは、焦がしバターにちょっと柑橘類を入れて風味をつけたソースでシンプルに仕上げてます。どうぞいただきます、はい、いいですか、どうぞって、あのフランス語使う、ボナペティ、はい、いただきます。パンとか欲しい？やばー、あれ、じゃあ用意しておきます。ありがとうございます。美味しいです。美味しいです。どっちかどっちも美味しかった？どっちも美味しいんですけど、うん、タチの方が、うん、今もあのローストしたの食べたことなかったですけど、本当なんか実家でなんか、うん、お味噌汁とかに入ってるの食べたことあったんですけど、うん、食べたことないけどすごい美味しいです。タチはムニエルっていうか焼くの一番美味しいと思うのが、いっぱいあるじゃん、タチポンとか、うん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 、なんかちょっと茹でてポン酢みたいな食べる。タチはね、ムニエルにして食べたらめっちゃ美味しいよね。魚料理って難しいよね。俺実は苦手なんだよね。いや苦手っていうか作るのが悩むの。北海道魚美味しいじゃん、いろんなすごい食べ方あるじゃん。ありますね、北海道の、まあ、お刺身とかも、まあ料理、まあ、それも料理に含めて結構北海道の人お刺身好きじゃん、はい、うん、あと一夜干しにして焼くとか、うん、でも俺らみたいなお店で刺身ってわけにいかないじゃん和ですからね。まあカルパッチョって言っちゃえ、でもそれもさ、ちょっとなんだろう、お客さんの立場になって考えた時に、例えば柳タコとかあるじゃん、タコとか、はい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 、タコの刺身とか美味しいって知ってるわけじゃん。じゃあそれが美味しいからってフランス料理屋さんとかうちらみたいなお店に来てタコを薄切りにしてオリーブオイルと塩をかけて出しても、いや美味しいんだけど、美味しいんだけど、いやそれでいいのかなってちょっと思っちゃうわけ。うん、いろんな方法ある、いろんな塩を使ってみたり柑橘類上に乗せてサラダとか、いやでもなんかさ、いやわさび醤油の方が美味しいんですけどと思われちゃうんじゃないかなとか、うんうんうん、だから僕はその 火の入れ、どうしても何かしらの加熱をした魚料理は何か加熱をしてあげたい、そっちの方が料理らしいから、いやそう思わない？はい、俺の言わんとしてること分かる？分かります、うん、だから苦手なの。なるほど、うん、今日はそのそっちのお魚のソースは
焦がしバターをちょっと鍋で少し焦げない焦がしバターってよく言うんだけど、その手前で火を入れるのをやめて、実はね、あのガゴメ昆布の出汁が入った醤油を一瞬ちょっと入れてるの少しね、でそこにあとは柑橘類を入れてるの。なんか、まあ、フルーツの入ってるのどうなんだろうって思ってたけど、すごい美味しい。だってドラマフルーツ入れてたもん入れてた。それはそれはそのなんからしく、らしくしたけどだから全然再今日は全然再現じゃないです。全く違う料理あの鹿肉の時も結構火加減が重要ですよっていう話はしたんだよね俺ね、はいはい、でも魚もこういうお料理は本当に火加減がかなり重要で、うん、難しいので苦手です。いや美味しい、いや何だろう、フランス料理とかその西洋料理じゃない魚料理が日本は美味しすぎるんだよね。美味しすぎる。それと戦ってどうすんだろうっていう。日本人の俺がさ、北海道で生まれ育った北海道人の俺が、なんかそこにもともと美味しい魚料理がたくさんあるところで、あるわけじゃん、釧路だっていっぱい周りにロバタとかいろんな美味しい魚をいろんな調理方法で、うん、お寿司屋さんもいっぱいあるしね。じゃあお客さんが美味しい魚を食べたいと思った時にわざわざうち来るかって話もあるし、なんかその辺のこういろんなことをこういつも考えて魚料理は作るんで、なんか苦手意識はある。シンプルなのに、見た目シンプルなのに、そういう例えば火加減とか、あとその仕込みの具合、今回例えばタラって別に生じゃないんだよ、もともとね、タラ生で来たやつをさばいて一回あのソミュールって言って塩水に30分つけて揚げて、それを一晩こう冷蔵庫で寝かせたものを使ってる。俺はなんか そのうちの方がこう身が締まったりちゃんとこう程よい塩分も中に入ってくるんで、うん、ちょっと塩分あるじゃん、はい、うん、なんかそれを作りたいので、あと焼いた時に魚とかなんか焼いた時に変な白いアクみたいなのぐちゃぐちゃって出てあれ俺嫌なの、あれいうのが嫌なんで、そういうのがこうなんだろう、魚の細胞の中にある塩分とタンパク質を均一化させてあげたい。それをこう焼いたり今日みたいにちょっとポシェとかするとこう全体が美味しくなるし、上からいっぱい変なソースとかかけなくても美味しく味がついてて食べられる。なんだろうな、やっぱ魚を美味しく食べさせるね、この釧路地域って特に魚を美味しく食べさせることが得意な地域だし、地元の人たちも美味しい魚を知ってる地域だからこそ、魚料理はねもう20年間もうずっと苦手意識あるね、本当に苦手意識ある。こうやってこだわって作ったら作れるんだよね。でも結構シンプルじゃん、見た目のインパクト、うわーすげーとはならないじゃん見た目で、わかる、見た目でわーすげーにするためにいろんなことをやればいいんだけど、そしたら今度魚の良さが失われていくとか、お肉とかだったらさ、この間の鹿肉みたいにちょっとこういいロゼ色で、うわーこんな火加減があるんですねってなるけど、魚はそれこそあんまり生で出すわけにいかないし、うん、難しいよね料理として。実はスープも一緒なんだよ。俺フランス料理を構成する前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザートっていう中でこの魚料理とスープっていうのがめっちゃ難しい。魚は今さっき言った理由だし、スープもさ、なんかお客さんから見たら結構脇役じゃん。そうですね、メインの前の、うんでもスープもいやどうやったらお客さんがわーってよで、俺はさお客さんがわーって喜んでくれるのと同時にそのなんだろう、食材の良さもちゃんとそのまま残しておきたい花料理に対して。 だから野菜のポタージュとかだったら俺あんまり無駄な野菜使わないじゃん。普通なんだろうな、かぼちゃのポタ今かぼちゃのポタージュたまに作るよね、はいはい、かぼちゃのポタージュって多分普通に作ろうとすると玉ねぎをこうまず炒めて、そこにかぼちゃを入れて、例えばコンソメとか入れて、ちょっと甘みが足りなかったら砂糖を入れて塩を入れて牛乳と生クリームで作っていくじゃん普通はね。でもそれだと、まあ、そっちの方が出来上がりのスープとしては美味しいのかもしれないけど俺はやんないじゃんそれ。
玉ねぎとかも使わないし、お砂糖とかも使わない。できるだけかぼちゃのポタージュって言ったらもうかぼちゃしか使わないように頑張るじゃん。そのままじゃあんまり甘みがないかぼちゃだったら一回焼いて、オーブンで焼いて甘みを引き出したら焼きかぼちゃにしてからそれをスープにするとか、なんとかそのかぼちゃだったらかぼちゃだけの味をこう最大限に引き出してってやってるんで、いつも。でもどっかに、いやでもお客さんからみたいな、食べてそれで分かる人なんて多分そんなにないと思う意味あるのかなってちょっと悩んだけど、まあ、でもそれは常にスープはそういう作り方をするよね。かぼちゃだったらかぼちゃ、じゃがいも、じゃがいもだったらじゃがいも、とうもろこしだったらとうもろこしと牛乳しか使ってません。でいかにそれ、え、こんなに、え、とうもろこしだけでこんなに甘いのとか、なんかそういうのが楽しいなと思ってやってるけど、でも結果見た目はそんなに普通なんだよね。いや普通じゃん言ってなんかそこはね悩む。だからほんとね、スープと魚料理は苦手苦手っていうか、できればコースから排除したい前菜、肉料理、デザートで終わらせたいと、うん、そういや、そういうふうに思ってるんですよね。初めてだこの話するの俺、人とかお客さんにも言ったことないの、苦手なんですよねって誰でも苦手なんですね、うん、そうね、まあ、そういうことでね、まあ、でも奥が深いよね。生で食べるのが一番なんだよっていうやり方はしたくなくて、なんか火は使ってあげたいよね。せっかく人間何万年か前に、何万年前人間、昔の人間って多分魚とか生で食べてたと思う。生で食べてたからその寄生虫とか、あの何、病気とかにかかりやすくて多分すぐ死んでたと思う。で火を使って物を加熱するっていうのを発見した時から病気がふっと減ったと思うよ。寄生虫とか病気とかぐっと減って、に人間が長く生きるようになったと思うよ。それ以来なんか画期的な料理の革命って起きてないよね。生で食べてました、火を使いました、そっからほとんど一緒じゃない。実はもうイノベーションが起きるような料理の革命って多分火を使い始めたってところから変わってないよね。俺それたまに思うの。難しすぎる話だね。まあまあまあ、そんなことも思いながら料理を作ってるって話でした。ということで、はい、今日はちょっと再現じゃないですね、ドラマのお料理の再現じゃないんですけど、まあ、ドラマの魚料理を見て、ちょっとこんな風に思ってますよっていう話でごまかしました、はい、許してくださいということでまた次回の動画でお会いしましょう。